難波からメールが返ってきたよ。桐生さんたちは無事に帰国できたってさ。一旦偉人町の俺の部屋で休んでてもらうみてえだ。よかったです。じゃあ桐生さんの方はひとまず安心ですね。へえ、しかし参ったな。茜さんがラニを守ろうとしてるって分かったまではいい。問題はそっからの足取りだ。ええ、パレカナが血眼になって探しているのに、どこでどうやって身を隠せているのか。そもそも茜さんたちは今も本当に無事でいるのか。ちーちゃん、動画チャンネルの方には何か反応は？いや、まだ来てないね。やっぱり年寄りは動画なんて見ねえのかな。これ見たら茜さんきっとメッセージくれると思うんですけどね。今私の方でもネットに拡散してるんです。友達に頼んだりして。ハワイに限って言えばそれなりの人に見られているはずです。それなりの人ってどのくらい見られてんだ？再生回数は5万を超えました。え、なんだよ、すげえだろ。それって上出来じゃねえか。おお、大したもんだ。えー、じゃあなんか裏技でも使ったのか？まあネットで AI に何回もつぶやかしたりはしてますけど、やっぱり春日さんの動画が楽しいからですよ。なあ、動画ってのは人に見られたらその分金が入ってくんだろ。そこそこ再生されたってんなら結構稼げたんじゃねえか。甘いな。そもそも収益化するのにも条件があるの。チャンネルの登録者数だったり累計の再生数だったりね。このチャンネルはその条件をまだ全然クリアしてないよ。なるほど、そう簡単なものじゃねえわけだ。ちーちゃんもその手の話ずいぶん詳しいんだな。そう、一番たちが知らなすぎなんだよ。言われちまったな。でこの先どうするよ。茜さんを探すあては？茜さんの所在さえつかめれば大道寺の支援は受けられそうです。特別便でハワイから脱出させる許可を取りました。もちろんラニという娘も一緒に。そいつはありがてんだけどよ。俺はいまいちあんたら大道寺一派ってのを信用していいのかわからねえ。そのお気持ちはごもっともです。私でさえなぜ一派が茜さんを保護したいのかはっきりしませんからね。ただし、あ、ハワイ中で狙われる茜さんを安全に連れ出すのはあなた方だけでは不可能でしょう。海を越えるには我々の力が必要になる。違いますか？ああ、そいつは認めるよ。けどそれもまず茜さんを見つけないことにはな。私がパレカナから知らされた情報では、ばあさんたちが最後に確認された場所はナイトスクエアだ。ばあさんって言うんじゃねえ、茜さんだ。ナイトスクエアって言うと病たちの縄張りですよね。病とは手打ちになったってのにまたあそこに行けってのか。揉め事にならなきゃいいが、だいたいその目撃情報っていつのだ？二人が逃げ出したその日だ。もう半月ほど前になる。
そんな前の情報当てになるのかな。聞く気がないなら結構だ。ただあそこは病のおかげでパレカナの目が比較的届きにくい。なるほど。病はブライスの傘下に下っていませんからね。長いことばあさんたちが見つからないというなら有望な潜伏場所だろう。もちろんまだ無事でいるならという前提でだ。どうする春日、養護施設はもう当たったし他に当てもねえ。ねえ、ナイトスクエア行ってみようぜ。まずはこの前の堀市のおばちゃんとこ行くか。情報通だって話だったよな。またあそこに行くのか。そう言うな、前も言ったろ、現場百遍ってやつだよ。へいへい。だがさすがに今日はもうやめとくか。だな、明日に備えて今日は休もうぜ。ああ、言うまでもねえけど俺らはもうだいぶ面が割れてる。ブライスが糸引いてる以上ハワイにいる間は一瞬も油断できねえぞ。だな、俺らが隙見せたらきっと連中は問答無用で襲ってくる。じゃあ私たちもこれまで以上に力合わせないとね。いいぜ。何？来ない？殺されたいらしいね。もらった。どぎついの行くぜ。任
といて。タフはガンガン行きて。行くぜ行くぜ。やんのぜ。行くぜ。全力で行くよ。俺もまだ若いね。また強くな。これが俺の真骨頂よ。全力で行くよ。ベイル。よし。Give it your best shot. これこい。Let's go. Gonna hurt. もらった。どぎついの行くぜ。ぶちかます。ガツンと行くぜ。ビビってんのか。次は俺だ。任せといて。はっ、はい、This is the end。 ガンガン行くぜ。行くぜ行くぜ。全力で行くよ。また強くなっちゃった。Stay in the show, dipshit. Go cry to your mama. さあ、やりますか。任せといて。俺の番だな。何？来ないの？行くぜ。どぎついの行くぜ。You're dead。ぶちかます。受けてみな。いや俺だ。相手してあげる。黙らせて。次行こう。次。俺もまだまだ調子よ。俺もまだ若いね。準備はできてるぜ。全力で行くよ。よし。いつでもどうぞ。This is the end。 ガンガン行くぜ。ガツンと行くぜ。ぶっ飛べ。行くか。相手してあげる。こうねえのか。Let's go. This is gonna hurt. 黙らせて。任せといて。
俺の番だな。もらった。放電準備。ぶちかます。全力でいくよ。これが俺の真骨頂よ。準備はできてるぜ。全力でいくよ。いつでも受けてみな。ガツンと行くぜ。俺の番だな。もらった。どぎついの行くぜ。腰抜けやろうが。行くか。任せといて。はい、片付いた。この調子でさっさと行きましょう。コツつかめたんじゃねえか。いっぱいやりたい気分だぜ。やんのかこの野郎。全力で行くよ。ぶちかます。ほら来いよ。殺されたいらしい。受けてみな。ガツンと行くぜ。行くぜ行くぜ。任せといて。調子がいいぜ。おや、ガンガン行くぜ。全力で行くよ。腰に乗ろうが。行くか。いつでもどうぞ。黙らせてやる。これでどうだ。ぶちかま。受けてみな。次か。俺の出来じゃねえか。また成長しちゃった。全力で行くよ。ガンガン行くぜ。ガツンと行くぜ。ほら受けてみな。俺の番だな。
腰抜き野郎が殺すじゃん。死にてちまったか。死ねえ俺だ。黙らせて。任せといて。えっ、はい、任せといた。よし、調子だぜ。上昇、上昇。アロハ。ありがとうございます。さっさと始めようぜ。全力で行くよ。セリア。ぶちかま。行くぜ行くぜ。思い通りにはいかねえな。黙らせて。任せといて。ガンガン行くぜ。調子がいいぜ。ほだ。全力で行くよ。やれ。ぶちかま。くっそ、上がらねえ。次、吸収が早いのよね。この野郎。全力で行くよ。腰抜き野郎が。ガンガン行くぜ。行くぜ行くぜ。やんのべ。何？来ない。あれやるぞ。うっしゃ。ボッとしてっと。怪我するぜ。死ねえ
でもどうぞ。任せといて。決めに行くよ。おおよ。踊ってくださる？喜んで。全力で行くよ。この調子でさっさと行きましょう。コツつかめてんじゃねえか。また成長しちゃった。また強くなっちまった。いいぜ。もらった。ぶちかま。タスは。相手してあげる。全力で行くよ。はあ、せいはっ、お似合いよ。それは俺だ。行くぜ行くぜ。吸収が早いのね。俺もまだ若いね。準備はできてるぜ。全力で行くよ。
お待たせしました。頼むぜ。また成長しちゃった。これが俺の真骨頂よ。早速ブライスの兵隊が襲ってきやがったな。バラクーダも頑丈もいいように使われてるみてえだ。なんだか私たちハワイ中を敵に回しちゃったみたいだね。おっしゃ、行くぜ。任せといて。こうねえのか。せいやん、せいやん。ガンガン行くぜ。全力でいくよ。ほら来いよ。
しびれる。調子がいいぜ。Do your worst。相手してあげる。もらった。勝負しろよ。次行こう。次。やんのかこの野郎。全力で行くよ。ぶちかま。何？来ない。ガツンと行くぜ。潰れちまえ。よし。行くぜ。クライアル。相手だ。うわ。じゃあ。おお。君は俺だ。ほら来いよ。ゼリア。任せといて。俺の番だな。もらった。ここで。ご苦労さん。はい。真の出来じゃねえか。行くぜ。任せといて。よっ、はっ、はっ。行くぜ行くぜ。相手してあげる。行くぜ。ごめん。ガンガン行くぜ。受けてみろ。かかってきなよ。来ねえのか。黙らせてやる。こっち来いよな。全力で行くよ。上出来ね。ぶちかま。何？来ない。任せといて。また強くなっちまった。
たパレカナの奴らだ。こんなんじゃ茜さんたち探してるどころじゃねえぞ。たく、病の縄張りなんてお構いなしか。しゃあねえ、やるしかねえか。トゲにだわ。おっちゃん、さてやりますか。任せといて。シャドウショーか。そうなこうあれば。ほら来いよ。ザラよ。決めに行くよ。うっしゃ。踊ってくださる？喜んで。ガンガン行くぜ。いつでもどうぞ。おいおい、ガツンと行くぜ。よし。関係だろ。ちょっと待って。やんのね。じゃねえか。これで終わりか。いや、まだだぜ。まだこんなヤバそうなのが残ってたのか。どうする、一旦引くか。いや、俺たちは桐生さんに後を託されてんだ。こんなとこで逃げてちゃ笑われちまうよ。とはいえ長期戦になるのもきつそうだ。一撃で決めるぞ。みんな、俺に残りの力貸してくれるか。何くっちゃべってんだ。全員ぶっ殺してやるぜ。俺たちの絆の力見せてやろうぜ。しびるんじゃねえぞ。さてやりますか。
ほら来いよ。行くぜみんな。おお、俺たちの絆見せてやるよ。せいや、ほらぶっ飛べ。全力で行くよ。よし、やるのかい。ぶっ殺してやるよ。はい、ありがとよ。ぶちかまっ。さてと、こいつだ。行くぜ。はい、バリバリヘルプマン。はいはい、お願いします。デリバリー、よろしく。デリバリー、待ってました。ゴーツー。お、行くぜ行くぜ。もらった。放電準備。これで止まんねえ。無茶できねえぞ。ちびるじゃねえぞ。回復だ。私の出番ね。上がらねえ。行くぜ。放電準備。俺の番だ。頭かち割るぞ。ほら腰抜けやろうが。何、来ない。しびるじゃねえぞ。ほら来いよ。ほらよ。ありがとう。スパー。うわー、よーし。やっ、せいや。あれ、てちで過ぎ。いってえな。回復しとかねえと。いつでもどうぞ。ずりゃあ。うわっ、血を出しすぎたわ。参ったな。もらった。放電準備。うわっ、よし、やるぜ。ほら来い。ぶっ殺してやんよ。何、来ない。ほらよ。ありがとう。ひゃー、うん、また呼んでね。また指名するからよ。ミスったらごめんね。いつでもいいぜ。あ、はい、ありがとうよ、うんうん、こいつで問題ねえぜ。し、いって、これ来い。なんとかやっか。行くぜ。放電準備。ちで過ぎ。とっとと終わらせる。はっ、せい、俺の番だ。受けてみな。おくろさ、完璧に飛び取っていくじゃねえか。すごかった。よし、上昇上昇。吸収がまた成長しちゃった。俺もまだ若いね。これが俺のよし、これで全部か。あんたら店前で何やってんだい。え、あ、おばちゃん、
ここで何してんだ。病とはもう話したんだろう。今回はまた別件なんす。実はおばちゃんに用があって。私にゃあんたらに用はないよ。そう言わんでください。実は人を探してんです。おばちゃん知らねえかなって。半月くらい前、この二人がここいらにいたって話で。それこそ病に聞いたらいいじゃないか。病も二人を探してるんですけど、見つけらんねえみたいなんです。悪いけど見たことないね。用が済んだんならまた騒ぎ起こす前にとっとと出てくんだね。剣もホロロだな。おばちゃんでも茜さんたちを知らねえか。こりゃ空振りかもな。まだ来たばっかりでしょ。現場百遍。いいぞ千歳、お前はデカに向いてる。じゃあとりあえずもう少し聞き回ってみるが、茜さんとらにはきっとここに来てたんだ。誰か声をかけたりしてたかもしれねえ。ありがとうよ。気分が。アロハ。Thank you. Aloha. Thank you. Oh.ありがとうよ。ドールズ&デビルズ？面白い名前の店だな。ああ、有名なナイトクラブだよ。セクシーな姉ちゃんのダンスを見ながら飲み食いするところだ。へえ、ナイトクラブ。そういう店もあるんだな。面白そう。今度みんなで行ってみようよ。え？せっかくハワイにいるんだし、いろいろ見てみないと損だよ。まあ何事も経験か。確かに楽しそうな店だな。どんなダンスなんだろうな。楽しみだな。てかちーちゃんが一番乗り気だな。時間があったらみんなで入ってみるか。うわ、ここって。おいおい、いいのか、あの子こんなとこに連れてきて。え、
あ、見て見て一番、このムチすごいトゲついてる。この鎖は何に使うんだろう。うわ痛そう。あ、ろうそくだ。めちゃくちゃ満喫してる。まあ武器に使えそうなものは多そうだし、結果オーライ。そういうことにしておこう。アロハ。Thank you. Oh. 足が軽いぜ。この辺は落書きが多いな。何度消してもすぐに書かれるから、所有者もお手上げらしい。ま。日本でも路地裏とかは似たようなものは多いな。一番も落書きとかしてたのか。しねえよ。せいぜいガキの頃教科書に書いてたくらいだ。ああ、俺も教科書の端に書いてアニメーションさせて遊んだな。パラパラ漫画を書いてたのか。思ったよりレベル高かったな。よっしゃな。あ、お、ありがとうよ。ブライスの手下？まったくキリがねえな。何にせよ俺ら人目を引きすぎるみてえだ。これじゃもし茜さんを見つけたって動きが取れなくなるぜ。確かに荒瀬さんの言う通りだけどよ、その前にここをどうやって切り抜けるかだろう。おお、踊れる。人んちの庭で何やってるんじゃボケ。ありゃ病の子分だよな。ここは病の島じゃ。はよ出てかんとぶち殺す。あいつ単価切るのだけは声でかくていいよな。病出て行けっつっただろう。キリュウはどうして。まさか死んでねえだろうな。日本に戻ってもらってる。
ちょっとでも負担減らしてからよ。そうか。あんた今桐生さんのこと心配してたの。お前はユーモアのセンスがあるな。No, come on! もしかして助けてくれるの？え、嘘。ちょっとマジか。こいつは面白くなってきたじゃねえか。親父、このクソどもの弾、わしがお望みの数だけ取っております。口だけだったら分かってんだろうな。おっしゃ、俺らも負けてらんねえな。行くぞ。Don't think you can run! かかってきやがれ。俺の島で暴れたのは覚悟はできてんだろう。相手してあまうん、タスは腰の野郎。うん、調子いいね。雨降ったら任せといて。いつでもいいぜ。え、なあ、そちゃんまいるよ。俺の番だな。うらっ、ガンガン行けはっちょ。助かったぜ。うるせえ、お前のためにやったんじゃねえよ。やんのかい。もういつでもどうぞ。よし、しまいつでもいいぜ。カモン、気が乗らないな。上出来。ぶっ潰してやる。行くぜ行くぜ。やんのかい。もらった。
きつきたい。やっせいやほら来いよ。これは相手してあげる。敵に回すと厄介だけど、味方につくと頼もしいわね。とっとと終わらせる。いつでもいいぜ。ビビってかわしの。I'm gonna put the hurt on you。かかってきな。Let's go。こうねえのか。ダンデルベア。覚悟。お茶にしましょう。ありがとうよ。ありがとう。よし。ほら。おお。なんだよ。ぶちかます。コンゲッソ。これ来い。何？来ない。I'm a put the... You can't handle this. Let's go.はい、はい、お願いします。デリバリーよろしく。お待たせしました。頼むぜ。腰に手をかかってきな。おしゃれね。ありがとう。ありがとう。相手してあげる。ぶっ潰してやる。ほら来いよ。You think I'm stupid? ビビってんのか？ズリア！全力で行くよ。よし。ゾワ。はっ。鬼。俺の番だな。くせ。かかってきな。相手してあげる。行くぜ。ガンガン行くぜ。You think I'm stupid?受けてみな。タスは。ありがとう、ありがとう、ありがとう。調子いいね。腰に来ようが。いつでもいいぜ。ほら。任せといて。よっ、せい、手を飾っていた。大勝利、勝利。コツつかめたんじゃねえか。また強くなっちゃう。Damn it!助かったぜ、病。俺の島で勝手しやがるバカにけじめつけただけだ。てめえらとは手打ちにしたはずだ。
さっさと出て行け。待ってくれ山井。実はよ、俺はあんたにも話があるんだ。ああ。カスナ？ん？俺らはご覧の通りブライスに目つけられててよ。バラクーダからもガンジョーからも狙われて、まあ大ピンチだ。でも茜さんとラニオ連中よりも早く探し出さなきゃいけねえ。そりゃ大変だ。だから一人でも多く仲間が必要なんだ。あんたが手貸してくれるとすげえ心強い。どうだい？ああ、 おい春日、こいつはついこの前まで茜さんを狙ってた側だぞ。でもブライスが茜さんを狙う理由を知って手引いた。そもそも私たちを殺そうとしてなかった？それについてはもうけじめはついてる。それに病は桐生さんを守ってくれた。殺そうと思えば多分あん時できたのにそうはしなかった。こいつはただのチンピラなんかじゃねえ。筋の通った極道だ。お褒めいただきありがとうよ。あいにくお前らのやってることに興味はねえ。せいぜい派手にやり合ってくれ。それでよそに隙ができりゃうちがおいしいところをかっさらえる。あんたがそんなケチな玉かよ。それともブライスを敵に回すのが怖いのかい？ちょっと一番だぞ。俺親父が誰にビビるってんじゃ。つまんねえ挑発だな。ユーモアのセンスがあるってのは撤回するよ。親父、言わせといてええんですか？てめえは黙ってろ。それに挑発に乗らねえとは言ってねえ。ああもうバカ。後で文句言うからな。悪い。でも病の協力はやっぱり必要なんだ。さーてと、じゃあ始めるか。俺もてめえにやられっぱなしは気に食わねえからな。ああ行くぜ。やれ。全力で俺たちを潰しに来てるみたいだな。ここで蹴りつけようぜ。はいはい、お願いします。デリバリーよろしく。お待たせしました。頼むぜ。聞かねえ。ほら来いよ。えばってんじゃねえ。ありがとう。ありがとう。行くぜ行くぜ。どうした？まだまだやろうぜ。はい、行くぜ。やんのかい。気に入ったぜ。お前だ。ほら来いよ。終わりだ。
し抜け野郎が。何？来ない。やるのか。黙らせてやる。おった。また指名するんだよ。俺の番だな。もらった。おい、見せったらごめんね。ビビってんのか。決めに行くよ。おうよ。踊ってくださる？喜んで。いつでもどうぞ。仕上がれ。行くぜ。調子でねえな。ガツンと行くぜ。気が乗らないな。こっからだろうね。はあ。お似合いよ。やりにくいぜ。とっとと終わらせる。
来ない。あ、受けてみな、ガツンと行くぜ。来ない。行くぜ行くぜ。来ねえのか。相手してあげる。かかってきな。もらった。ほら、きれいだ。いつでもどうぞ。あじ。黙らせてやる。いいぜ、行くぜ。おりゃ、隅々までしっかりと任せといて。せいやって、仕切り直しだ。これで終わりだ。こいつが痛えぞ。ほら、あっつ、さてと、行くぜみんな。おお、俺たちの絆見せてやるよ。ほら、ほら、ぶっ飛べ。攻め時だ。行くぜ行くぜ。もらった。ほら、ほら、きれいだ。全力で行くよ。やんのかい。ほら来いよ。覚悟。こんなことでくたばってられっかよ。目かきらけ。ほら。調子がいいぜ。まだまだ行くぜ。いや、水にまでしっかりと。調子が出てきたな。ずりゃ、かかってみな。これで終わりだ。腰抜け野郎が。任せといて。やるのかい。握ってんのか。はい。ありがとう。何、来ない。ガンガン行きてー。ほらよ。ありがとうよ。あっちってフラフラするぜ。やっ、ほら、
くらけんさ。やれ。おれ。どうすりゃいいんだ。全力で行くよ。はい。ありがとよ。攻める気だ。こうねえのか。いつでもどうぞ。黙らせてやる。これでどうだ。ほら、ぶちかます。私も。ほら。調子出ねえわ。いつでもいいぜ。これで終わりだ。こいつは痛えぞ。何？来ない。ほら。任せといて。やんのかい。はっ、セリア。あっち。きっちな。うん、さ。えばってんじゃねえよ。いつでもどうぞ。全力でかまって。よみがえ。戦士よ。まだこっからだろうが。目かっぴらけ。どれ。どれ。いつでもいいぜ。俺は俺だ。とっとと終わらせる。ちょっと休憩。楽しいな。こいつが痛えぞ。ほら。あっつ。これからがいいとこだろうがよ。これで全力で行くよ。はい。ありがとう。行くか。へばってんじゃねえ。いつでもどうぞ。ほれ。ありがとう。これで終わりだ。早く来いや。任せといて。やっ、はって。うっちゃいしな。調子出ねえな。はっ、調子ね。楽しいな。こいつが痛えぞ。ほら。熱っ。かかってきな。次は俺だ。やんのかい。
で決まりだ。よみがえれ戦士よ。根性見せて。無茶できねえぞ。ズリア。めえ、カッペラケ。早く来いや。ガンガン行くぜ。ほらよ。ありがとう。任せといて。こうねえのか。こっからだろう。やっ。俺もまだまだ上級だぜ。よし、吸収が早い。また成長しちゃった。俺もまだ。これが俺の真骨頂よ。やまい。改めて頼む。俺らに手貸してくれ。ガを通したきゃ力ずくでってのがオタクの教育方針なんだろ。その作法には従ったつもりだぜ。お前らとつるむつもりはねえが、負けは負けだ。ばあさん見つけたらかくまうくらいはしてやる。うちの島ならよそよりマシだろ。ばあさんじゃねえ、あかねさんだ。助かるぜ。よろしく頼む。病。はあ、ってことだ。わかりやした。下の者にも伝えてきます。喧嘩に持ち込んだ方が病が話を飲みやすいって踏んだのか。だからあんなしょうもねえ挑発を。ま、勝てればの話だったけどな。お前がそれを言うのかよ。ったく、あんたカスが一番つったね。おばちゃん。ああ、何です？答えな。あんたはカスが一番かい？ああ。なら話がある。ちょっとそこまでつらかしな。ちょっとなんだよ急に。嫌なら無理にとは言わないよ。なんだトミー、あれってどういうことだ？俺にわかるわけねえだろ。でも断るわけにはいかないんじゃない？レディーからのお誘いよ。だな、それがマナってもんだ。行こう。 Hey, you there!
I'll kick you down and やんのかこの野郎。全力で行くよ。せいはっ。ハハハハハ。いった。ぶちかま。受けてみな。行くぜ行くぜ。おや、いや。よく見えねえな。止まんねえ。思い通りにはいかねえな。ずりゃ。どこにいるのも知恵です。気が乗らないな。腰抜け野郎が。はぁ、あ、せっせいガンガン行くぜ。ガツンと行くぜ。ぶっ飛べ。調子がいいぜ。もらった。おや、やけとげろ。ミスったらごめんね。覚悟。やっ。上出来ね。お前かすやめ。苦しい。やりにくいぜ。ぶちかま。行くぜ行くぜ。すっきり。地域が乗らないな。踊ってくださる？喜んで。ガンガン行くぜ。思い通りにはいかねえな。黙らせてやる。ここは俺もまだまだ勝利。腰の張り上
ああ。はあ。安全運転で行こう。Welcome. Thank you.
How's it, my man? Hey! Roger that! おい、ん？ごめん。絶好調だ。How's it, my man? Roger that. おばちゃん、どこまで行くんだい？すっかり夜だぜ。わかったよ。
ちょいと寝るから、着いたら教えてくれや。着いたよ。は？おばさま、着いたってどういうことですか？海のど真ん中じゃねえかよ。俺、さっきからトイレ行きてんだけど。大の大人が騒ぐんじゃないよ。ほら、来たよ。クルーザーか。こっちへ来るぞ。あんた。おう。今、世界で信用できるのはあんたたちだけだ。だからここへ連れてきた。これは私にとっても賭けだ。よくわかんねえが、その賭けはきっと勝つぜ。任せとけ。そうかい。おい、いい加減どういうことか教えろよ。木を隠すなら森の中けど、ハワイじゃ大事なものは海に隠すに限るんだよ。まさか。初めましてになるのかな、春日一番さん。なるほどな、海の上が隠れ家だったか。ブライスが血眼で町中探したって見つからねえわけだ。それにまさかあんたがばあさんかくまってたとはな。ばあさんって言うんじゃないよ。この人にはパレカナのボランティアで随分と世話になってた。話すと長くなるから、事の経緯は後で本人から聞いとくれ。で、このガキがブライスの本当のお目当てか。ほら、ご挨拶しましょう。はじめまして、ラニと言います。俺はカスガってんだ。カスガ一番だ。よろしくな、ラニちゃんよ。よろしくお願いします。それにあなたがアカネさんですね。ええ、改めまして岸田アカネと言います。私とこの子のために随分と危険な目に遭わせてしまってごめんなさい。ええ、俺らが勝手にやったことですから。おい、どうかお気になさらず。それに春日のお母様だってんなら嫌でも協力させてもらいますよ。こいつとはそれなりの付き合いになりますんで。ごめんなさいね、今さら出てきて母親だなんて言われても困っちゃうでしょ。そうっすね、正直まだあんまりピンときてないです。そもそも本当にそうなのかってところから。気にしないで、それが当たり前の反応だから。沢城さんに無理を言ってまであなたに一目会いたかったのは本当に私のわがままだから。でも来てくれてありがとう。本当に嬉しい。いや、そんな、なんか照れるな。でも、あかねさん、あかねさんのままでいいっすか？もちろん。俺も聞きたいことがいっぱいあるけど、まずは安全を確保しましょう。それが最優先だ。だな。丘に上がっちまった以上、いつブライスに感づかれるかわからねえ。なあ、ラニ、日本ってとこに行ったことはあるかい？
なら茜さんと一緒に行ってみねえか。ここほどあったかくはねえけど飯はうまいぜ。行けば茜が安心できる。ああ、茜さんも安心できるし、何も、もう隠れなくてよくなる。ええ、日本もいいところよ。じゃあ、行く。よっしゃ、じゃあ急がねえとな。あのよ、俺たちには大道寺っていう強い味方がいるんだ。そいつらが手貸してくれる。大道寺。ああ、そいつらなら茜さんもラニも日本へひとっ飛びだい。任せてもらえますか、茜さん。もちろん、私もキヨさんももう隠れ続けるのは厳しいと思ってたの。どうかよろしくお願いします。キヨさん。私だよ。おっと、素敵なお名前だったんですね。もっと早く伺っておけばよかった。そうだろう。じゃあちょいと連絡するんで待っててください。花輪だな。ああ、ハワイを脱出する方法を用意してもらえねえか話してみる。こればかりは大道寺一派の力を借りねえとな。千歳、どうかしたか。あ、いや別に何でもない。ああ、そういうことだ。今から二人をそっちに連れてく。花輪んとこまでの足がいる。車出してもらえねえか。脱出の目処がつくまでは大道寺のセーフハウスで茜さんたちをかくまうのが良さそうだ。防弾仕様のごついの貸してやるよ。ドライバーもプロ並みのがいる。わしんことですわ。言ってなかったですが、昔は銀行強盗の逃がし屋もやっとったぐらいで。言ってなかったが、こっちは元刑事だ。それはそれは。なら今な、お互いもう済んだ話っちゅうことにしときましょうや。ふふ、お主も悪いよな。気合い入れていこうぜ。あの、茜さん、今のうちに聞かせてもらえますか。なんであなたとラニが追われてるのか。多分これのせいだと思う。これ、ラニ見せてあげて。え、大丈夫、春日さんたちはラニを守ってくれる。ペンダントですか。これパレカナのマークですよね。ええ、なんか見たことあるな。あ、確かブライスが似たようなのつけてた気が。カロンとかデイナとかパレカナの人たちと服装もネックレスも同じなのに、そこだけ違うから、なんか特別感あったんだよな。
これはね、パレカナの代表である証なの。教団が生まれてからずっと代々受け継がれてきたと言われていて、私たちにとってはとても神聖な唯一無二のもの。唯一無二ですか。でもそれじゃあ。ええ、そこが問題なの。まず私がラニーと出会った時の話からしましょうか。もう半月くらい前になるかしら。その夜、もう日をまたごうっていう時間だった。施設に大人は私だけで、子供たちは寝静まっていた。私は書類仕事が残っていたから、それを片付けていたの。そんな時間まで。施設の所長さんってのは大変なんすね。ありがとう。でもやりがいのあるいい仕事よ。それで仕事をしていたら玄関のドアを叩く音がしてね。で、そこにいたのがラニだった。私も長年あの施設にいるけれど、こんな小さい子が真夜中に訪れることは初めて。それもたった一人で。ラニはどうしてアカネさんのところに来たんだい？私、お母さんもお父さんもいなくて、ずっとおばあちゃん家にいたの。でもおばあちゃんが病気になっちゃって、病院に入ったんだけど、もう元気になるのは無理なんだって。そうだったのか。おばあちゃんはもうすぐお別れだから、私が一人になっても大丈夫なようにって、このペンダントと手紙をくれたの。この二つを持ってホノルルシティにあるパレカナの施設に行きなさいって。そのペンダントと手紙？手紙というより遺言状ね。それもラニのおばあさまのものではなくて、今から70年以上前、当時のパレカナの代表が書いた遺言状。話が入り組んできたな。どういうことです、アカネさん。遺言状にはこう書かれていた。もし自分の死後、パレカナ代表にプライス・フェアチャイルドが就任した場合、不正な経緯があったものとみなし、これを認めない。正当な代表はミリラニ家の者から教団幹部の投票制で選出することとする。選出された者に対し、代表の証としてこの紋章を託す。ああ。ミリラニ家っていうのはラニの家系。ラニにこの遺言状を見せてもらった時、私はにわかにはこれが本物だとは信じられなかった。そりゃそうですよ。そん時のプライスはまだ真っ当な人間に見えてたでしょうし、この遺言が本物とは誰だってなかなか思えねえ。だから私はしてはいけないミスを犯した。ブライスにこのことを連絡してしまったの。ああ、それも無理ないですって。いくらなんでも茜さん一人で処分していい話じゃねえし、何かの間違いだってことをプライスに直接確認するのは真っ当な手順ですよ。ありがとう。でもそれが最悪な結果を招いてしまった。私はラニにご飯を用意してすぐにブライスに電話をかけた。真夜中だというのに、ブライスはすぐこちらに向かうと言った。その時も少し嫌な予感はしていたのかもしれない。ブライスはいつもと変わらない様子だった。でもペンダントと遺言状を確認すると、銃を取り出して何に向けたの。私はこの子を連れてとっさに逃げ出した。でもすぐにブライスは追っ手を差し向けてきて、本当に怖かった。見知ったパレカナの仲間たちが人が変わったみたいに私たちを襲ってきて、
なんとかナイトスクエアのキヨさんのところに転がり込むことしかできなかった。うちの島に隠れてたってのに、俺はあっちこっち探し回ってたわけだ。こりゃメンツ丸つぶれだ。そうでもねえ、あんたがブライスと組んでねえからナイトスクエアが比較的手薄だったんだよ。あれ、じゃあデイナたちが言ってた茜さんの書き置きってのは。筆跡の偽造やなんて奴の手駒に当然抱えてんだろう。だよな。それに事件性なしって結論出した警察もブライスの身内かもな。それにしてもブライスの態度が遺言状が本物だってことを証明しちまったってわけかい。あいつ一人で来たんすか。ええ、部下にも知られたくなかったか。ハワイ中のギャングを総動員してることといい、あいつ相当必死みたいだな。でも茜さん、遺言状の内容が本当だってんなら不正な経緯ってのは何なんですかね。当時のパレカナ代表は夫婦で強盗に遭って亡くなったと聞いてた。ブライスは生前代表からペンダントを託されていたから次期代表に就任したって。もしそれが不正な経緯というのなら、強盗はブライスの仕業ってことになるか。遺書の内容からして当時の代表はブライスのうさんくささを見抜いてたんだな。ってことはこっちのペンダントが本物で、ブライスが持ってるのはおそらく偽造品。当時の代表がブライスに奪われることを恐れてすり替えておいたのかもしれない。多分その線で間違いないでしょうね。なるほどな。ブライスが二人に血眼になってる理由がようやく分かった。でもなんでミリラニ家でしたっけ。ラニの家はこのことを今まで隠してたんでしょうね。きっと今回みたいなことになると分かっていたんでしょうね。ことを暴露したらブライスがどんな手に出るか分からない。確かに。おそらくミリラニ家はその後パレカナから距離を取った。ラニのおばあ様もパレカナとは無関係で、ペンダントと遺書の重要さも分かっていなかったみたい。ただパレカナからミリラニ家に便宜を図ってくれるかもしれないものとしてしか認識してなかったと思う。なのにラニが正当なパレカナの代表候補ってことになるのか。この子にそんなものは背負わせられない。パレカナとは無縁で生きてきたんだし、こんな年齢で背負うにはあまりにも大きすぎるから。そうですね。大丈夫だからな。ラニのことは俺たち大人が守るからよ。大人か。45年だものね。あの時のマスミさんよりもあなたの方がずっと年上ね。もうおっさんもいいとこで申し訳ないっす。こっちだっておばあちゃんよ。でもずっと会いたかった。でも抱っこするにはちょっと大きすぎるかしらね。腰やっちゃいますね。俺にとって茜さんは母ちゃんっていうより親さんの惚れた人なんすよね。ん？産んだばかりの赤ん坊を抱えて走り回って命がけで守りきった強い人、ずっとすげえと思ってました。急に命を狙われることになって必死に逃げてただけよ。
あなたをロッカーに隠した時はもうほとんど自分のことは諦めてた。でも茜さんは今も同じことをしてますよ。あの時と同じ？そうかもしれない。懲りない人間なのね、私。いえ、昔親さんが言ってました。こいつとなら所帯持ってもいいと思った人は一人だけだって。まだお会いしてそんなですけど、すげえわかります。ありがとうね。すごく嬉しい。時間じゃねえぞ。もちろん。命に代えても無事に送り届けますき。ここでいい。大道寺のセーフハウスはこの奥だ。まだ降りるなよ鉄。大丈夫です。一っ子一人いません。サージ、こっちも OK です。親父、よし降りろ。俺らもすぐ離れる。恩に切る。病、極道門がその年で親孝行できるなんてよ。お前はついてる。ああ、専用機は手配できました。部下たちで発進準備中です。30分したらここを出ます。それまで少しだけ休めますよ。やるな。さすがは日本の悪の組織。違います、影の権力者ですね。大して印象変わんねえけどな。ようこそ。よくご無事で。そしてあなたが茜さんですね。え？我々はずっとあなたを探していました。なぜ探していたかは私よりも上の者しか知らないのですがね。なっと花輪さん、そんな話したらかえって不安になっちまうだろうがよ。さあどうぞ。え、何ですか千歳さん。今誰かに電話しようとしてなかった？してませんけど。なんだよ、どうしたんだじいちゃん。本当ですよ、急にどうしたって言うんですか千歳さん。スマホ返してもらえますか？千歳さん。ちいちゃん、この人はね、一番外にいる仲間に連絡する気なんだよ。茜さんとラニを見つけたって。は？ごめんねみんな、私はずっとこいつに脅されて逆らえずにいたの。ダメだ、なんか全然わからねえよ。ちーちゃんがエイちゃんに脅されてるって何をだ。よくわからないのは私もです。ちとさんはこの間会ったばかりの人らしい。おい、ちょ、おい、何すんだい。この人の足はちゃんと動く。車椅子なんて必要ない。一番には昔車椅子の友達がいたんだよね、荒川雅人っていう。
思い入れの強い人だったんでしょう。その人との思い出につけ入るためにこの車椅子は小道具として使われたんだよ。おいおい待てよ、それじゃあエイジは普通に立てるし歩けるってことか。いやそんなことは、俺振りかどうかくらいわかる。エイちゃんの足は間違いなく エイちゃん。よかった、やっぱりうまくいってたんだ。は？リドカインって薬があってね、俺はそれで足に局所麻酔をかけてたんだよ。正直そこまでやる必要あるかなって思ってたんだけど、どうやら海老名さんの言う通りだったな。海老名？そりゃ清流会の海老名のことか。そうそう。お前は誰だ？ドワイト。全部バレた。この場所も、アカネさんとラニがここにいることも。残念だよ、富士宮千歳。お前はやっぱり俺たちを裏切ってたんだ。それが何を意味するか、前に忠告したはずなんだけど。エイちゃん、お前。一番、ここはもうダメ。すぐに逃げないと。てめえら、なんだお前ら。ラニ、アカネさん、ラニ。全力で行くよ。
ら来い。やんのかい。覚悟。せい。お似合いよ。Farewell。ほら来いよ。ぶちかます。相手してあげる。どっか。ここらで勘弁してやるよ。コツつかめたんじゃねえか。また強くなっ。みんな大丈夫か？気を失っちゃいるが大丈夫だ。こっちはダメだった。花輪さんもボンもやられちまった。死んでる。なんてこった。そんな。連れてかれちまってすんません。全部俺のせいです。